こんにちははの1日1科学カバンはいつ頃からあるのでしょうかカバンは少なくとも紀元前9世紀今から3,000年ぐらい前にはあったことが分かっていますそれはその頃作られた彫刻の中に神様がハンドバッグを持っているものがあるからです 同じ時代の彫刻から身分の高い人はハンドバッグを持っていて普通の人は袋に荷物を入れて運んだことが分かっています現在のように四角い形をしていて持ち手のついたカバンは18世紀頃から作ら作れるようになりました。交通機関が発達して人々が旅行をするようになったからです。 19世紀になるといろいろなカバンが作られるようになりました今日の「一日一科学」現在のカバンは旅行をするために生まれた船旅用の引き出しまでついた大きなカバンもあったそうです。また明日